ビルバオアレナビルバオ市街地における1ビルバオアレナは、スペインバスク自治州、ビスカヤ県、ビルバオミリビジャ地区にある、屋内アリーナ。ビルバオ都市圏のバラカルドには、2004年に開場した、ビスカヤアレナが存在する。ビスカヤアレナの収容人数は2万6000人、インドアスポーツ開催時の収容人数は1万8640人で、あり。 スペイン最大の多目的ホールである。2009から10シーズンにはリーガアッコの CB ビルバオベリーがホームアリーナとして使用した。2010年9月、ビルバオの中心部からわずか数キロの場所にビルバオアレナが会場した。総工費は3800万ユーロ。2010から11シーズンから CB ビルバオベリーはビルバオアレナをホームアリーナとして使用している。 バスケットボールの試合開催時の収容人数は1万14人であり、コンサートやその他のイベントに使用されることもある。メインアリーナの他にスイミングプールや地元住民向けのサブアリーナなどが存在する。2011年には FIBA ヨーロッパ U-20 選手権の開催地となった。建築情報サイトアーチーデイリーは2011年の年間最優秀建築に ビルバオアレナを選出した CB ビルバオベリーがビルバオアレナで開催したリーグ試合の観客数である。ありがとうございます。